はい、ハストム心さんのインタビューです。本日のテーマは、転生について、生まれてから死ぬまでは、まあ、記憶はありますけども、死んでから生まれるっていうところの記憶が残ってないのが、人間の特性だと思うんですけども、このあたり転生についてお伺いしたいと思います。お願いします。転生は、まあ、亡くなおり、あ、今世で亡くなり終わりました。で、死を迎えます。体の死を迎えます。そして魂だけになります。で、魂だけになった後、今世で、まだその欲にまみれている魂っていうものがとどまるっていうことが、とどまって、生きてる人に執着をしてる場合とか、また、お金に執着、自分のお金にね、執着してる人とか。そして、亡くなった人が、生きてる人が亡くなった人に執着して、魂を離さないでいるとか、そういった時には、とどまってしまう。とどまってしまって、体は持たないまま、魂のまま、ここに居続けるっていうのが、亡くなった人たちなんだけど、転生をする人たちは、がない人たち。そして、それを見送って終わった人たちが、転生をする準備に入る。その転生をする準備に入るときに、入る前にやるべきことが、その残された人たちのサポートに回る人たちもいれば、そのまま転生に行く人たちも、もう十分やりきったから、おかん転生行ってきますって言って、もうすでに転生に入る人。残された人は心配だから、ちょっと自分はいなきゃいけないって思う人たちは、その人たちはとどまる。そして、人間の地金、考えてる、頭で考えてるあれなんだけど、時間はどうなってるんですかってよく聞かれるんだけど、時空はない。生きてる人と亡くなってる人、そして魂の時間っていうのはないんだよね。生きてるのは、はっきり言って、こうやって今生きてるっていうのは、ほんの瞬きなの。この瞬間、瞬きなの。だから、何千回、何万回生まれ変わってるっていうのは、そういう意味を持つの。だから、地球が、何千年、何億年しかないのに、どうしてこんなに入れ替わって生きてるのって思ってる。それ自体がもう自我なの。それはない。無限大だから。だから、転生をするための準備って言ってるけど、その準備をするために、知ってる人、気になってる人たちのところに行って、サポートして、そして、自分の、あれができたとき、転生をする。で、また、生きる。地球上で体を持って、そして、味わうことを経験しに行く。これが、最後ありがとうございました。